しんちゃんかっぱん、みなさんこんにちは、ゆかです。みなさんお元気でしたか？かっぱんほえちゅ。今日も N2 の文法を2つご紹介したいと思います。今日の文法は何々としたらと何々としてもです。とっても似ているんですが、ちょっと意味が違うので一つずつ整理していきましょう。1つ目、何々としたら、この意味は何々だと考えればです。まあ、もしこうだったらという意味ですね。接続は簡単です。普通形プラスとしたら、例えば皆さん、もし生まれ変わるとしたら男がいいですか、女がいいですか。日本人が好きな質問ですね。私は女がいいです。男の人は見ていると大変そうですよね。女の人の荷物を持ったり、ドアを開けたり、プレゼントしたり、好きだよって毎日言わないといけないし、なんか大変そうですよね。私は女のままでいいです。皆さんはどうですか？他には、もし留学するとしたらどの国がいいですか？皆さんはもちろん日本ですよね。はい、このように使います。何々としたらは、もしとセットで使うことがとっても多いです。なくても意味はわかります。はい、では短い会話を見ていきましょう。ねえ、デートするとしたらどこ行きたい？湖で散歩かな。夜ご飯食べるとしたら何食べたい？美味しいパスタかな。じゃあ明日湖を散歩してから美味しいパスタ食べに行こう。でも一緒にデートするとしたらもっとかっこいい人がいい。2つ目、何々としても、この意味はたとえ何々と考えてもです。接続は同じです。普通形プラスとしてもですね。例えば、今とっても天気がいいから雨が降るとしても夜になるだろうとか、一生懸命勉強したとしても N2 に合格することはできない。このように使います。皆さん、ただの例文ですよ。一生懸命勉強すれば合格できます。では短い会話を見ていきましょう。ちょっと、明日試験なんだからもっと勉強しなさいよ。今から頑張ったとしてもあんまり変わらないよ。あれれ、おかしいな。ま、今回不合格だったとしてもまた次があるし。もう、バカ息子。皆さん、今日の文法はどうでしたか？もっともっと日本語を勉強したいと思う人はずんもりに来てください。いつでもお待ちしております。ヘンガプライ、またねー。